どの辺で飛ばします？その辺でも飛ばしません？サルウェブのりです。今ね、ドローン飛ばしに阿蘇の某山奥に来てるんですよ。でね、これ GoPro 俺久々に買っちゃったんすよ。もうヒーロー3以来っすよ。でここにねつけて、いい感じにこう POB のねショットとか撮れて、あのブログにいいかなって思ったんですけど、でもねこのままじゃね、やっぱりねいい絵撮れないんすよね。じゃあなんでこのままじゃダメかっていうとね、やっぱり ND フィルターをカメラみたいにつけてあげないと、例えば今日みたいにね、今まだ結構日差しが眩しいんですけど、こういう時にねカメラってオートの設定だったらシャッタースピードをすごい上げて、そして暗くしてねバランスを取ろうってするんですけど、するとねこうパラパラした感じの絵になっちゃうんですよ。例えばもうこんな感じで、白馬さんちょっと手振ってみてください。それじゃ分かんないかも。踊ってください。踊って。もっと速い動き。もっと速く。素早い動き。そう。いいですね。ね、パラパラなってたと思うんですよ。で、これをね、今のこのカメラも今これ ND つけてるんですけど、それと同じように、減光する、暗くするためのものが ND フィルターなんですけど、このフリーウェルから出てる、このね ND フィルターブライトデイ用4パックってね、これいいと思うんですよね。でこれね、どういうものかっていうと、こんな GoPro の9と10ってここのあのレンズのキャップみたいなところって外して取り替えできるんですけど、でこっちに変えてあげると。でね、このさらにすごいのって、この ND フィルターだけじゃなくて、この1個手前にねこれ PL フィルターっていうのがついてて、これを回すことによって光の乱反射をねカットしてくれるっていう、すごい便利なフィルターがこれダブルになってると、これ絶対いいと思うんですよね。今日みたいに結構緑がもう新緑の季節じゃないですか。こういう時って光が当たってちょっと光っちゃうんですよね、この緑の葉っぱって。こういうのをこの PL フィルターでカットしてあげる、そういう効果があるんですよ。ちょっとつけてみますね。さあこれでね、いい感じにモーションブラーかけれると思うんですよね。今 α7-4 につけてるね ND フィルターをつけてる状態みたいに、こういうねモーションブラーいい感じに入ってるはずです。白馬さん、はい、もう一回ダンスをお願いします。また恥ずかしめを受けるんですね。はい、もうがっつりとキレのいいダンスをお願いします。やりましょう。はい、いきますよ。こうブラーですね。そうブラブラ、そうもう綺麗がよくブラを演出できるようなダンスをお願いします。ちょっとへそ見えたけどそこはモザイクかけといてくださいこんな感じですか。ありがとうございます。どうすか、いい感じにモーションブラかかったと思うんですよね。やっぱ GoPro ってこういう眩しい日っていうかね、昼間に撮ることが多いと思うんですよ。そういう時にはね、やっぱりカメラと同じようにこのね ND フィルターつけたがいいと思います。でこれやっぱり PL フィルターがね一緒に入るっていうのはいいと思うし、そして GoPro 9 10用、これどっちでもいけます。でね、この4パックっていうのは ND の8から16、32、64、ちなみに今つけてるのは32のやつをつけてます。こんな感じでね、モーションブラーもねしっかり出していい映像を撮りたいなって思ったら、ぜひ、この動画の詳細欄にね購入先のリンクを入れておくんで、そちらから購入してください。商品提供してくれたフリーウェルさん、ありがとうございます。 Thanks guys, you guys are amazing。 はい、じゃあスレバさん、そろそろ温泉入りに行きましょうか。そろそろ行かせてください踊ったしね、汗かいたしね、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあね、ピースアウト。はい、モーションブラ、ピースアウト。